ヘッドスノーボードライダーの赤川俊太です。今回は、初級者におすすめのトゥルーを紹介したいと思います。こちらのボードは真ん中がくびれていて、ノーズとテールの足元がちょっと太くなっています。なのでね、安定感がすごい高いんですよ。で、真ん中がくびれてる分、トーション、板のねじれっていうのがすごい扱いやすいんで、初心者の人はそこからターンを覚えたり、トリックやったりとかですね、もちろんグラ取りだったりとかすごいしやすくなってるんで、ぜひ乗ってみてください。